なんで隠れとる。じゃあ今日は3号ですね、はい、今回は3号になります。3号の内容はね、もう本当になんかこれもう分かりやすいですね。タイヤ、ザタイヤですね。ザタイヤとザホイールみたいな。じゃあ張り切っていきますか。張り切っていきましょう。なんか昔ってタイヤのさ、デザインってなんか絶対そういうデザインだったよね。なんかそのさ、なんかピンみたいなのがついてるっていうかさ、そうこういうね、このタイヤのパターンもそうなんですよね、これ。あ、古い。なんか当時はこれでよかったんですよね、今。なんかそれでこう風を取り入れようみたいな感じなのかね。なんかどうなんすかね、ディスクを冷やすみたいな。どうなんすかね。なんかまあやっぱりなんだろう、時代に。そう、でも確かに、うん、風を取り入れないとブレーキのキャリパーが焼けてしまうんで、うん、ね、それでこういう多分ホイールのデザインだったりとか、うん、多分そうだと思いますよ、ね、うん、なかなか開かんだけど、こういうもん。ああ、結構ね、しっかり入ってる。しっかり入ってますね。かよ、またね、ターボブースト。へえ、ボタンがピッと押すとバーンと。へえ、ものすごい説明の仕方、うん、まあ、まあ、なんとなくわかる。ボタンをピッと押すとダーンって取る、うん、なんかね、そんなシーンよく見てる気がする。これね、これターボブースト。これね、ハンドルのね、うん、ここにあるんですよ、パネルが。こういう風に、うん、で、ハンドルがこうあって、ここにボタンが並んでて、うん、よく撮影っていうかドラマの中でこう、うん、マイケルがこうピッと押したり、この小指とか中指でこうピッと押すとドーンって。そういうシーンをよく見ましたね、うん。なんかもうナイトライダーウィリーするシーンが多かったよ。あ、こう片輪走行ね。あ、そうそういうのね、うん、これね、うん、これ片輪走行するには普通のタイヤじゃダメなんですよ。こういう普通のタイヤじゃダメなんです、うん、ちゃんと専用のタイヤがちゃんとあって、うん、それでないとホイールとタイヤが外れちゃう、ね、ああそうか。だからこれ撮影用にちゃんとタイヤはちゃんとしたタイヤを使って、うんうんうん、なるほどね。でこれこう出てくるカールってあるじゃないですか、うんうん、これ実は、マイナーチェンジをするんですよ、何回か、うんうんうん、でシーズン1、シーズン2、シーズン3っていう風に、うん、ナイトライダーってあるんですけど、うんうん、シーズン2の時に実はこれ画像を見てもらうと分かるんですけど、これシーズン1なんですね、うん、でこうボタンがこうあって、うん、ここ、まあ、昔言う電球ですよね、うんうん、電球が光るんですけど、シーズン3、4で操作位置が変わるんですよ。あ、なるほどね。そうで、古くなった前の車がカールっていう悪、うん、その人工知能が悪いものが入って、うんうん、それをそのこのマイナイト2000をぶっ潰すっていう役割を、うん、知らんかった。そう、敵なんですよ、要は。同じ車なんですけど敵。ドラマの中では別々の車っていう風に設定にはなってるんだけど、うん、実は後期型になった時に、うん、こいつがもともと撮影用に使われてたやつを、うん、古いやつを色を塗り替えて、うん、そう戦うっていう。なるほどね。その説明分かったかな。うーん、見てる人はね、今見てる人は多分分かると思います。じゃあ早速やっていきますか。やっていきます。お、タイヤ挟み込みなんですね。タイヤは挟み込みで、なんかノブさん硬い、触らせて硬いんですよ。ああ、そう、これね、いつもさ、ナベさん作ったことがあるんですよね。そう、お湯にね入れて柔らかくして、これはでも入らないわ。そう、あのね、お湯でやるときマジで地獄じゃんね、これ。あ、そう、だってお湯につけたタイヤって熱いに決まってんじゃん。ああ、そっか。それをぐいぐいホイールの中に入れるの、こういうふうに。そう、熱さとの戦いだよ、もう。あ、そう、うん、あれどうにかなんねえのかなって思うんだけど。いや、これが結構、あ、入った。冷めるとね、うん、硬くなるじゃん。あー、そうか、そうか。いや、かといって熱くないと入れれんし。ないと入れれんし。熱いと触れんし。触れんし。という。もどかしか。そう。俺もう、軍手してやるしかねえな。もうこんなにできちゃった。できちゃった。できちゃった。まだできてないですよね。うん。ここで EM？ これ EM？ ブレーキキャリパー。あ、それね。あ、ネジ止めになってるね。ネジ止めになってる。いいよ。これはまた、
出てるんですよね。いやでも楽しいねこれ。結構ねサクサク進むからね。そうサクサク進むけど、うん、これもっと入るのね。これだと全然届いてないじゃん。ギュッと締めていけば入ったりもするよ。そうね、まあ位置はちゃんと合ってないと言ったらだけ、はい、なそう結構ねそのドライバーがね、いや怖いなこれ、うん、あの手怪我しないね。出血するところを取るわけです。これはまずいね。これ全然ハマってないよこれ。え、どういうこと？いや多分奥に入りきってない、ね。入りきってないねこれ。あのってグイってグイって入りそうにないね。全然だってこれちょっと見てこれ全然だってこれ、うん、めっちゃ浮いてるね。これえ？届いてないんですけど、大丈夫これ？俺、ネジ間違えてないな。なんか説明書書いてる。EM、EM だったよね。EM、うん、EM だね、うん。これやった人いるんだよね、でもこれ。もっと、グッ本気。本気。ちょっと今、クイッと入ってる。うん、一箇所ずつ入れていくといいんだな。あ、あ、なんか、あ、いい感じ。うん、いい、入った音がした。ちょっと入ったような。うん、でも全然ね、うん、そうでもなかった。そうでもなかった。そんな気がしただけだった。気がしただけだった。いや、マジでこれ、硬い。そのね、ドライバーね、うん、結構ね、パワー不足なんだ。パワー不足ですね、これ。これ、よくはないですよ、タミヤのドライバー、タミヤの、タミヤさんは悪い、タミヤさんは悪くないですよ。ちょっと工具箱持ってこようか。ちょっと工具を変えましょう。ちょっと一旦切りますね。一旦切りましょう。はい。はい。はい、道具。ね、道具を変えました。それ100均ですね。100均の、うん。やっぱグリップがでかいと、ね、力入るってね。全然違うからね。うん、大丈夫。ただ頭が大きくなるからっていうのが。当たるから。はい。だいぶこれ。ね？だいぶちょっと削っちゃったんですよ。まあまあしょうがない。内側見えないから。大丈夫。これ本当に入るのこれで。あっ、なんかクランプが欲しいぐらいのなんかあれだね。ちょっと欲しいねこれは。これゴムが硬いのだよねこれきっと。これ結果的に温めんとかんかった的なやつか。温めんとかんかったみたいな。説明書書いてない。こういねえ、え、書いてある、ね、うん、ええよかった、説明書を読まない人間が俺だけじゃなかった。あ、本当だ。オイルを挟みにくい場合はタイヤのお湯約60度に入れて5分ほど温めてください、うん、少し柔らかくなったらお湯から出してタオルなどよく拭いてから組み立ててくださいってちゃんと書いた。読んでない、そう読んでないのがいかんだね、やっぱりね。説明書ってなかなか読めないでしょやっぱりね、うん、あのさっきもあのちょうどね前の動画で俺が言ってた、ね、言ってた通りになっちゃったね。もうこう言っててもダメですけど。でもさ一箇所入っちゃえば多分余裕だと思うよ。そう一箇所ねなんとか入れば多分ねいける気はするんですけど。でもなんかネジ舐めちゃいそうじゃない？そう怖いんですよだからそれが。でこれ4つやんのあと、あ3つやんのこれ。うん、これやりたくないわ。やりたくないわって言っちゃったよ。あれだね、硬いのよ。これメタルだからさ、まだいいんだけど。あ、それホイールはメタルなんだ。うん。そう、だからまだね、こう。ちょ、お茶こしちゃいけないんだけど、お茶こしちゃ、俺がいる。頭と硬いとよかった。あの諦めました。諦めた。諦めました。しょうがない。温めるか。温めましょう。よし、じゃあ、ちゃんと止めますね。はい。はい、止めてください。
背中。